皆さん調子はどう？化け物だらけだけだけでいいんかいの？化け物バケツ委員会のカメラヤニナットでーす。気をつけ、レイ、よろしくどうぞ。はい、今日はニーナのソロ企画でーす。お互いが考えます。あ、なるほどね、そうなのね。今日は、入江が考えたニーナのソロ企画やってもらいたいんだけど、化け物バケツ委員会見てくれてる人、圧倒的女の子があれれれれ多いです。女の子全然違う。男の人全然見ない。そうなの？パーセンテージだとどれくらい？ここが不協力んだ。そうなの。化け物バケツ委員会、やっぱり老若男女に好かれたいでしょ。うん。だからやっぱり男の人のハートを掴まなくちゃ無理だ。だってなんで男が見てないかって、程よいニーナがブス。そうだから、ちょっと掛け替えのためにニーナに、とっても可愛い女の子になってもらって、やっぱりここで、あの、男性視聴者さんを獲得。なるほどね。そんななんかこう、秋葉原みたいな格好はやめて、そんな態度も、そんな股も広げないで。股切り映ってる。モテ女として、ちょっと、かけ離れてる。男性がキュンキュンセリフ。キュンキュンセリフ。やってもらおうかなと思います。私、畑からこの辺やるよ。うん、着替えてきてください。しょうがないな、着替えたのね。歯茎見えてんの。皆さんの調子はどうかしら。バーチャル YouTuber のカメナヤニーナです。イエイ。嘘ついてる。嘘じゃない。嘘だね、バーチャルじゃない、バーチャルといえば大体みんな好き。今日はね、何をするかっていうとね、今日は、萌えとかキュンキュンするセリフ。得意のやつ。そうだね、ニーナちゃんすごい可愛くて萌え声で有名、急上昇ランク1位。とっても嬉しいです。あなたのこと好きになってもいいですか？あ、それできない。ダメです、やってください。それできない。あ、それはね、100万人登録者数がいかないとやらないって言っちゃった。最初の頃の VTuber で。あなたのこと大好き、あなたとじゃなきゃ嫌だ、言ってください。はは、わかりました、いきますよ。それはいいんだ。うん、あなたの名だけ。化け物化け物委員会。じゃあもう王道ね。うん。で、別にあんたのことなんか好きじゃないんだからね。得意すぎ。積んでるね。うん、別にあんたのことなんか好きなんじゃないからね。分かった。でも今一生懸命やった。やってない、照れてる、照れすぎてる。実は逆に可愛い。可愛くない。じゃあ分かった、もうセリフがまずお前の頭じゃ一問覚えられないから。そう。じゃあもう自分で考えて。あ、それいい。自分で考えて告白してください。いくよ、今日はスペシャルな告白をするね。ダメ。顔あからめるとかあるやん、なんかチュッと。最後の最後に目いっぱいのやつやるわ。いくよ。いつも化け物バケツ委員会を応援してくれてるみんな、チャンネル登録と高評価押してくれると嬉しいな。可愛くない？え、何100万。いいじゃん。わかった、男性の視聴者はこれから家が撮っていくわ。どうやって。逆に聞かせてよ。でも、まあ世間のニーズ、考えたらこっち。でも、たまには可愛いニーナちゃんも見たいなって思った人、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくねって言ってんだよね。締めた。じゃあ、最後可愛く締めてください。バイバイ。可愛いのこっちじゃん。可愛いんだ。もうダメだ、おしまいおしまい、こんな服着たってダメ。ダメだ、もうダメだ。